笹川隆は日本の政治家。衆議院議員、国務大臣、科学技術政策担当大臣、自由民主党総務会長、衆議院議員運営委員長などを歴任した。第2次、森改造内閣での笹川父は元衆議院議員で日本船舶振興会創設者の笹川良一。弟は日本財団会長の笹川洋平。三男に。 衆議院議員の笹川博義、東京都文京区生まれ、明治大学附属中野高等学校卒業、明治大学法学部に進学するも中退、1954年より全国モーターボート競争会に勤務、1956年、気流協定施設の役員に就任した、1972年、第33回衆議院議員総選挙に、 旧軍馬二区から無所属で出馬するも落選。1982年5月、気流協定施設の全役職を辞任し、顧問相談役に就任する。1983年の第37回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で旧軍馬二区から出馬するが、時点で落選。1986年の第38回衆議院議員総選挙で三度目の 朝鮮にして初当選し、旧軍は2区の3議席は全て自民党が独占した。1991年11月、宮沢内閣で郵政政務次官に任命される。1993年、選挙制度改革を事実上棚上げした自由民主党、執行部に反発し、自民党を離党。同年の第40回衆議院議員総選挙では、無所属で参戦。 1994年、院内会派、改革の会の結成に参加。その後、同じく院内会派で、日本社会党を除く、当時の連立与党全党が参加した会心及び、自由改革連合を経て、新進党決闘に参加する。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制導入に伴い、 新設された群馬2区から新進党公認で出馬し、4選。1996年11月に新進党を離党し、翌1997年4月に自民党に復党する。自民党を復党後、当時の内閣総理大臣、橋本龍太郎の出身派閥である平成研究会に入会。2000年、第42回衆議院議員総選挙で5選。 同年に発足した第二次森改造内閣で総合科学技術会議担当の国務大臣に任命され中央省庁再編に伴い科学技術政策担当大臣に任命された。2003年自由民主党総裁選挙への立候補に熊代明彦と共に意欲を示したが最終的には同じ平成研究会に所属する元運輸大臣藤井隆夫を支持し 自身の出馬は見送った。同年11月、衆議院に予算委員長に就任。2005年の郵政国会では、小泉首相が成立に執念を燃やす、郵政民営化法案に賛成票を投じる。同年の第44回衆議院議員総選挙では、群馬2区で7選したが、民主党公認の石関隆史に1422票の、 金差まで詰め寄られ、一関に比例復活を許した。2007年9月、衆議院議員運営委員長に就任。同年10月、日朝国交正常化を目指す、議員連盟、自民党朝鮮半島問題省委員会の立ち上げに、参加し、副委員長に就任した。2008年、麻生太郎自由民主党総裁の下で自由、民主党総務会長に起用され、 政界入り22年目にして、初めて党三役に入った。翌2009年の第45回衆議院議員総選挙では、民主党の一支席に敗れ、落選。その後、フジテレビの新報道2001に出演した際、政界を引退する意向を表明した。2012年11月、東京都知事、石原慎太郎の辞職に伴い実施される2012年、 東京都知事選挙に無所属で出馬する意向を表明。13年に及ぶ石原都政を肯定的に評価した上で、石原が推進してきた五輪招致を継承する考えを示したが、大差で落選、協託金も没収された。なお、都知事選と同日に行われた第46回衆議院議員総選挙では、三男、広吉が群馬三区から自民党公認で出馬し、 当選している。ありがとうございます。